政府の事務方トップである官房副長官を務めた石原信夫さんが亡くなりました96歳でした旧自治省出身の石原さんは事務次官を経て1987年竹下内閣で官房副長官に就任し村山内閣まで7つの内閣7人余りにわたって事務の副長官を務めました 松野官房長官は、昭和天皇崩御に伴う改元や、消費税導入など、数多くの重要政策の対応に向けた調整にあたり、心から哀悼の意を表すると述べました。ニュース